ワイカイロワイカイロは、上海の中心的な繁華街の一つ。抗義のワイカイロは、人民度からチベット南路までのワイカイアズマジ、チベット南路から火山寺までのワイカイ中寺、火山寺から公共路までのワイカイ西寺の三つを含む。ワイカイアズマジは373メートル、ワイカイ西寺は1506メートルである。終端は越境路まで続いている。ワイカイ寺と、 ワイカイアズマジはワイカイ中路につながっているが一本道とは言えず中寺と東西路は面向きが異なる一般的にはワイカイ中路をワイカイ路と呼ぶワイカイ路はチベット南路火山寺の間の5500メートルの区間のことを言う道に沿って並木が植えられているもともとこの道はフランス疎開の主要道路の一本であった東部は フランス疎開の最大の土地となっており、中国人が商業、住宅区を形成していた。1914年まではこの範囲での開発のみだったが、その後1920年代に入ると、その後フランス疎開は西へと拡張されていき、大規模な高級住宅区を形成した。白系ロシア人が到来するとこの商店街は勢いを増して発展し、 賑やかで高尚な商店街へと変わっていった。現在でも多くのデパートが見られ、高級料理店にアブティックが並ぶ。南京路と比べてもより、こじゃれた雰囲気になっている。外資系の大型店舗も多く出店しており、日本の企業では伊勢丹が出店していた。この道の南部には、高山寺があり、高級なフランス住宅街になっている。この道に沿って、地下鉄が通っており、一大開始。 高津南路駅、先生南路駅、常宿路駅の三つの駅がある。ありがとうございます。